くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ということですね。今日は、チョモララテのナイトルーティンということですが、ご覧になられた通り、だいたい8時、9時ぐらいまではもう一日、作業スペースでですね、動画編集したり、音源制作したり、ずっとデスクワークの日々ですけれども、外にもほとんど出ずなので、だいたい一日ずっと仕事して、時間が来るか、マロが、呼びに来るか、愛犬のマロ様がですね、飯だと呼びに来るかっていうタイミングで、まだマロにご飯をあげて、それから自分の夕ご飯と今日の晩ご飯ですね、さっきちょっとざっと見てもらった通り、ポテトサラダ、豚の角煮で、今日は合わせ味噌の味噌汁、ネギとわかめで、サバの塩焼きで、20穀米に梅干し全部作ってませんお米は炊いたよ、ちゃんと。でも最近のこういうのはね、侮れないですよ。めちゃくちゃ美味しいから。さあ、ということですね、いただきます。うまい。角煮。
ほろほろ。焼き魚、サバが一番うまい。梅はうまい。ごちそうさまでした。美味しかった、食後もそのまままた作業に戻ることが、まあ、ほとんどです。だいたい1時間ぐらいで、マロと自分の夕食済まして、そこからまた、まあ、早い時は11時ぐらい、遅い時で2時3時ぐらいとかまでだいたいいつも作業してます。ということで頑張ります。今日はここまで。俺行ってきます。最近は結構湯船に浸かることが多くて、お風呂はだいたい早くても1時間、長い時で3時間ぐらい入ったりしますね。この自粛期間の唯一のってわけではないけど、リラックスとデトックスタイプの、まあ、ほとんどの中枢を担っているんではないでしょうか。まあ、睡眠時間もそうやし、マロと遊んでる時もそうやけど、まあ、お風呂重要かもしれないですね。もともと湯船そんな浸かるタイプではなかったですけど、それでもシャワーだけでも結構なんか長風呂なのが多くて、熱いお湯を浴びてる時とかに考え事をするのがちょっと昔から癖で、よくね、水道代が高いとちっちゃい時怒られたりもしましたけれども、なんか一回考え出すと、もうそのシャワー見たものいろいろそれのことしか考えてなかったりして、体も頭も洗わずにずっと浴びてるとかっていうのがよくあるから、で最近はお風呂入りながら、まあ、YouTube 見たり Amazon プライム見たりっていうのが、本当にリラックスタイムです。だいたいいつも上がるまでに500の炭酸水を1本飲み終えるぐらいペース。2時半。もうちょっと早い時は配信とかもしたりするんですけど、今日はもう寝ようかな。うん、じゃあくるちゃん、あとはよろしく。
いや、何のチャンネル？